22日生誕あるの、富山のピョンドが行くって言ってたけど、え、ないし出ない、え、おかしいな、生誕じゃないし22出ないし、誰を見に行くんだろう、おかしいな、何のことかな、ん こんばんは。今日も京都で配信を行っていきたいと思います。まる、武道さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。サプライズレバーさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。キュン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 、どうして、ママレモンピョンズさん、パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。さて、本日この後12時30分よりビンゴ AK ビンゴネオ2が放送されます。イエーイ、もう最初から最後まで見てください。絶対に絶対に一番最初から見てください。損しますじゃないと私は意外と明日の朝そんな早く起きなくてよかったので、この後ビンゴを見てから寝ます。1時半に終わって、まあ2時には睡眠に入ってるかなって気持ち、そう、どうしよう、やめとこうかな。でもやっぱり明日は10時ぐらいから、10時はキビかな、10時ぐらいから配信します。10時前かもしれないけど、その辺から配信を始めますので見れない人もいるかもだけど、やめようかな、やっぱり、あ、でもいや、やっぱりやります。待って、Hulu ってさ、いつぐらいに入りますか。いつもビンゴってどれぐらいで入ってます。フールでビンゴ見てる人いますか、この中に。あ、そう、朝の10時、この中に乃木坂に越されましただが見れないんだよ、ずっと言ってる。もうこれ本当に2週間前シャープゼロからずっと言ってる。あ、フールで見てる人いますね。フールっていつ入りますか、なんて言うんですか。あ、放送終わってすぐ入る。あ、マジ、じゃあ明日の移動中に見ようかな、したら今日早く寝れる。うん、したら明日の新幹線の中で見ます。うん、そうしよう、絶対早く寝た方がいいよね。見たいけどな、でも待って、どうしよう、あ、迷うな、見てから寝るか、
寝てから見るか。めっちゃ迷う。9時に起きるとして、でも9時に起きるとしても2時からで寝たら7時間も寝れるんですよ。でもそうだよね、絶対新幹線の中暇だよね。暇じゃないよ、ちゃんとリセットの振り V 見るけど。はるきゃんさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。どうしよう。いや違うんだよ、明日が本当に何もなかったら全然超夜更かししてでも見るんだけど、明日やべえじゃんうん、明日頑張んないと、明日のために頑張んないと、自分だけじゃないからさ、迷惑かけんのいっぱい人だからうん、って考えた時に迷ってきた。でも見たいよ、みんなに。なんか明日がそれこそお昼公演からとかだったらなんか即決できるんです、寝ますってでも夜だから、そういいかな。今日ちょっと待って、でも分かんない、あのそのだから配信終わってからどれぐらいの睡魔が来てるかで考えます。はいもう眠いなっていう気持ち、もう歯磨きもちゃんと終わった状態で、うん、気持ちはビンゴを見れるといいなぐらいの気持ちでうん、見てる、多分見ると思う。見るとしたら、あれ前回755で私あれしてましたよね、なので多分755でまたツイートしたいんだけど、ハッシュタグはねをつけたら、私もそれ分かんないからどっちもハッシュタグつけてます。ハッシュタグ AK ビンゴとハッシュタグ AK ビンゴねをどっちもツイートしてますわかんないから、うん、とりあえず明日は朝10時ぐらいから配信、10時前後から配信を始めます。はい、26日も出演させていただきます。雫公演出ましたね。はい、昨日も出てたんですけど、あれは見間違いだったんでしょうかわかりませんが、まあとりあえずちゃんと公式さんでもう一回ちゃんと出たので、大きな声で言えますはい、26、2公演なん知らなかったんだけど、まあいいんだけどさ、26からだっけ、あれ26からですね、次のファイト一曲 AKB 企画の第8弾だから、私たちチームエイトが初めて第8弾最後のやつの最初を務めさせていただくということで、まあ何になるのかドキドキワクワクしといてください。
さん、マクメックさん、ハートありがとうございます。キュンです。こんにちは、タケピョンさん、ハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。そう、あ、大竹ちゃんがタグつけてくれた。いいね。パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。そしてですね、え、言っちゃう、え、やめといた方がいいんじゃない、え、言っちゃう、え、いや、やめとく方が、やめといた方がいいと思うよ。言っちゃったらしなきゃいけないよ。え、やめとこやだ、だって言ったらやんなきゃいけなくなるもん。だからしたくないからでも言わないとやらない。言っちゃいますか。そしてですね、8月8日8の日までに私橋本春奈は、いや、何をするっていうのは決めてないんですけど、なんかもっと、なんだろう、自分の体型を好きになりたいなと思って今は、今の自分の体型はなんか好きっていう感じじゃないんですよ。そうだから、なんか自分の体型を好きになりたいなって思ってます。はい、そうですね。なので、まあ何をするっていうのはまだ全く決めてないんですけど、なんか自分の体型を好きになりたいです。まるやばい、偵察されてる。やばいやばい、ちゃんとシェルターに入れといて。ということで、なんだろう、なんかこれまでみたいになんかのほほんと生きてる、生きるんじゃなくって、なんか自分の好きな体型になりたいなと思っただけそんな、ごめん、重大な発表とかじゃなかったんだけど。825日ありがとうございます。はい、なので、そうですね、頑張ります。今はバトフェスをね、必死に回してます。なんでかっていうと、私のあれが出るから、カードうん、21日から。でも21日はハルピョンデーなんですよ、本当に。さつこうへいさん、ハートありがとうございます。パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。モバメまだ届いてないだって、え、今日3通送ったけど、おかしいな、そんなことはないはずだよ。でも1回しか弾けない、ダイヤなくてどうしよう。
やすーも来てる。あ、よかった。よかった、よかった。7月31までの回復ジュースを全部使おう。今日のシュタンプから始まった感、確かに。アルピオンには通じるかな。今日キティちゃんが届きました。ちょ、何がどうなのか分かんないけど、キティちゃんは好きです。パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ちょ、何の話か分かんないけど、キティちゃんは好きです。あ、 AKB とのコラボのやつ、あー、あれか、あれね、いけなかったんだよね。そう、行きたかった。なんか最近さ、ここのクマがすごくてさ、ここそう、もう自分のここが嫌いになりそう。たるみなんですかね。リフトアップ、リフト、ここリフト、わかんない、しなきゃ。また始める。でも自分の体験を好きになるのは明日から始め、明後日から始めようと思って、今日からは、今日はもうリセット公演で頭いっぱいにしたくて、明日もだから、いや、なんか毎日明日から始めるっていうんじゃなくて、明後日からちゃんと、もうここそう、もう無理だから。なんて言うんですか、もうその今日明日はもうリセットで頭いっぱいにしたいから、そうだから、もうそこに時間を割きたいので、そうですね、でも26の雫も全部忘れたんだけど、もう昨日も言ったけど何にも覚えてない。そう、腹膜ローラーを、あ、腹膜じゃない、筋膜剥がしのローラーをやります。あるので、あとはまだ言いたいことあるけど内緒。ツーさん、ミラーボールありがとうございます。ちょっと待ってね、今バトフェス回ってるから。え、本当に何にもしてこなかったんですよ、これまで21年間。むしろなんかスキンケアとかも、いや、ちゃんとやり始めたのは本当にここ2ヶ月ぐらい。うん、だからそんな人間なので、だからこそなんだろう、効果があるんじゃないでしょうか。だからこそ多分最初はね、痛いとか多分あると思う、筋肉痛になりましたとかあると思うけど、でもやらないと、始めないと、うん、
そろそろ始めないと、もう年老いていくだけだから。そう。パンダさんハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。さて歌いますね。さっきのツーさんのやつ。どこまで歌ったっけ？知らぬ間に恋に落ちてたの。何がきっかけだったのか。入り口を思い出せないのよ。ありがとうございます。ありがとうございます。あざまるすいさん、よいちょまる、よいちょ。まずね、座り姿勢を、骨盤に体を乗せる。私はいつもこうなっちゃうんですよ。だから骨盤に体を乗せるっていうことから始めます。チャングさんハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。整体とか行きたいけどさ、なんかどこがさ、なんていうんですか、いいのかわかんない。ツーさん、アメーバありがとうございます。どこ行きたいよね、行くんだったら。キクアニさん、クマありがとうございます。ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。いや、ダメ。これは今やったら明日筋肉痛になるからやらない。うん、明日筋肉痛になって踊れませんってなったら元も子もないですからね。やらないです。ダメです。ともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです。ありがとうございます。ラジオ体操、まず私はあんまりこの時間に配信をしないようにする。うん、まあもちろんそのレッスンがあってとかになったら、なんかもしかしたらレッスン上で配信とかになるかもしれないけど、そう、なるべくもう早寝早起きを心がけたいなと思って、うん、なんかいつもこの時間に配信してて、まあ、この時間しか見えない人もいると思うんだけど、そう、それでなんか朝起きるの遅くてとかってなるので、なるべく9時とか8時とかそれくらいに配信をしたりして始めて、10時ぐらいには終われてたらなんか早寝できるかなって思って、まあ8月8日までね、とりあえず。
まあ、もちろん本当にレッスンが入ってきて、例えばなんかお昼レッスンでその夕方とかに帰ってきて夜しかできないっていう時もきっとあると思うんだけどそうなったらもうそれはもう夜更かしコースなんですけどはい、もうね、でもね多分26日で崩れると思うこのあれは普通に。だってさ、雫公演が昼夕方であって夜レッスンで終わって配信し始めたら、終わってそこで配信して、そう、あ、終わってじゃない、合間に配信して、またその夜終わった後もレッスンあってってなったらもう崩れますね。秒で崩れるこの企画、しょうがない。うん、角太郎さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。まあその日はしょうがないとして、1時から2、3、1時、ん ?12 時から1時、なるほどね。ちょっと学校との兼ね合いもあるので、そこら辺の時間はできる日とできない日があるんですけど、まあできる時にねやれたらいいよね。多分その日時間ね、夜できないんだったらその時間しか見れませんっていう人も多分いると思うから、誰かが学校変わってくれればいいんだけどさうん、そうそう、でもそんな人いないじゃん。あ、朝の超絶早起き5時半とか5時とか6時とかの配信はただただ私のストレスになるので無理です。早起きは私一番のストレス。私夜型人間なんですよ、本当に。これはもうずっと言ってるんですけど、なんか朝どれだけ、あ、間違えた、前日の朝どれだけ早く起きても、あ、当日の朝わかんないけど、そう、どれだけ早く起きてもその日の夜はだいたいいつも本当に遅くならないと寝れないし、次の日もアラームかけなかったらもう全然ずっと寝てられるぐらいなんですそう、本当に夜型人間なので朝起きるだけでストレスって感じ。もうえ、だから最近めっちゃ朝早く起きてたんですよ。そしたら見て、ニキビが2個もできた。おでこのニキビってストレスなんだって、最悪最悪です。まあ前髪で隠れるんでいいんですけど本当に最悪。だから私は朝早く起きるのは良くない、そう思いました。めったにねできないんですけど、ニキビなんて久しぶりにできた。ここに鏡があるんですけど鏡をまじまじと見ながら、そうですね、割とすっぴんは褒められますね。肌綺麗だねって。でも乾燥してんだよ、本当に本当に。うん、え、今日はだからもうとりあえず12時まで多分配信するよ。
なんでかっていうと起きてるから。これぐらいの髪の毛にしたい長さ。したいです。とってもこれくらい今映ってるくらいしないけど、全然する予定ないけど、やめたらアイドルやめたらするかな。うん、夏暑いし短い方、いやなんかってよく言うじゃないですか。やばいミスった、座り方よく言うじゃないですか。でもダメなんですよね短いと。うん、なんか縛れないから、そうだからよくない。そうそう、縛れるぐらいの長さならいいと思うんですけど、明日のさ台本来てないんだけど、え怖いよ、やめてよ、早く送ってください。いつもその日のお昼に来てるわ。じゃあまだ送られてこないわ。 MC の台本っていうか、 MC の台本は本当にもうアドリブなんですけど、例えばなんだろう、なんか決まり事とかあるじゃないですか。皆さんこんにちはみたいな、 AKB48 チーム K ですみたいな、そういうところだけ。まあ、基本変わんないんで、私はあのメンバーのいつも言ってるところを言えばいい話なんですけど。そうそう、え本当にだから3人 MC とか4人 MC とかあるじゃないですか。そこら辺はもう本当に当日着替えながらとか、メンバーでなんか今日何喋りますみたいな感じの話して、だから本当にその時決まるって感じ。喋る内容ももうむしろステージ上で決めてる。うん、だからそういう MC っていうより、なんかいつ写真撮るとか、どのタイミングで写真撮るとか、この曲聴いていただいてありがとうございましたっていうとか、そういうのが決まってるって感じ。あと2000個集めれるかな。ダイヤ、ダイヤ、クリスタル、無理かな。さすがに無理かな。クリスタル。明日までに、明日まで。
今4000持ってるんです。そうだから4000あるから2000、あと2000集めたら2回引けるじゃないですか。そう、そういうこと。ビンゴは12時半から。忘れ物はね、まあ、メイク道具さえあれば、メイク道具と自分さえいれば公演はなんとかなる。もうメイク道具も前は劇場にめっちゃあったんですけど、こういう状況だからっていうことで去年の3月、その劇場が一旦休止になった3月、休止になった後の3月ぐらいにメイクさんが全部一旦処理してくださって、そう今あるのはもう本当にコットンとかスポンジとかそういうもう使い捨てのものしかないです。うん、もうリップなんてもうみんな使い放題とか言ったらあれですけど、なんて言うんだろう、もう本当にみんなそこの使ってたんですけど当時はね、昔はね、もう今はそんな全然。この間雫公園1ヶ月前に行ったらなかったです。お、4400になった。4500になりました。やった。いやでも私は自分のをいつもなんて言うんだろう、私の唇リップの色って本当になんか特殊なんですよ。だからそんなそこのは使ってなかったかな。うん、元からルイスさんかわいい、ありがとうございます。ともゆきさんハートありがとうございます。キュンナイスありがとうございます。そうですね、なので全然問題ない今みたいな色好きです。だって今多分もう落ちてんじゃないかな。これを塗ったんですけど、もう多分落ちてます。だいぶ塗っとこう。ゆきさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ギャローさんミラーボールありがとうございます。ちょっと待ってね、今4分の2だからこれが終わったら、明日の髪型本当にどうしよう。でもツインかなって思ってる、正直。最初はツインで行きたい。まあ周りのメンバーを見て決めるけど。でも K の公演はね、結構かっこいい曲もあるからね。うん、他にツインしそうなメンバー明日誰いる？おりんちゃんとか、こみさん。でもこみさんこの間ツインしましたって載せてたからしないかな。岡田里奈巻き添えにしようかな
なんだっけ、歌います。ギャローさんのにゃこさんハートありがとう、キュンです、ありがとう。思い出せないのよ、ハートがたびのそうにやられてしまったみたい、どんな注射も効かないわ。ありがとうございます、ありがとうございます。全員同じ髪型、なんか昔、本当に昔の昔の昔、もう私たちがあのエイトのエイトといえばのあの青色の衣装を着ていた時覚えてますか？あの時にあの優子さんが一回だけ見に来てくださった時があって、そう、女性限定公演かなんかの時にで、なんか言ってくださったのは、なんか16人もいるから髪型が被っちゃうのはしょうがないと思うんだけど、なんだろう、同じ髪型がいるのは絶対もったいないみたいな。その日すごいツインテールの子が多かった日で、なんかツインテールはもちろん可愛いのはあるんだけど、なんかそんなにいたら別に可愛いとも思わないみたいなちょっとそれは辛辣かな、そこまでは言ってなかったかもしれないけど、でもそんなにいたら意味ないよみたいな言ってらして、なんか私はその日はハーフアップしてたんですけど、だから良かったと思ってまあそれは置いといて、本当に何だろうな、絶対もうその日から、まあもちろん常日頃からあんまり髪型をかぶりたくないなってその時前から思ってたけど、その日からもうより重いようになったし、大事な日はツインテールするっていうのを決めてたりとか、大事な日っていうか人が多い時大箱のコンサートとかそういうのだと、やっぱりエイトのファンの方は私のこと知ってくださってるかもしれないけど、単独のコンサートとかそういう時はもう絶対ツインテールするっていうのは心の中でずっと決めてて、その日からより思うようになったから、なんかみんなで同じ髪型、まあ、もちろん先輩から言われたらやりますって言うけど自分からこの髪型にしたいんですけど皆さんどうですかっていうのは、とかエイトの公演とかでみんなこれやろうとかは言わないかな赤い花さんミラーボールありがとう、ありがとうございます。あなたのこあなたのことばかり考えてしまうの、何も手につかないくらい、ありがとうございます。まあ、もちろん自分が髪型をそのファンの方に、ファンの方にじゃないやメイクさんにしていただいた後に別のメンバーが同じような髪型をするのは、まあ、しょうがないなって思うんです。それは、まあ、もちろんその子もその髪型をしたかったんだって思って心沈静化してるんですけどそうファンの方にしてもらってたやべえやつらじゃんねどんなサービスよどんなサービスよ、本当にさぞ幸せでしょうにファンの皆様はハゲてんな、ここやば、隠そう。
もう眠たい。寝ようかな。いやビンゴ見たいんだよね。でもアップドアップお眠の時間です。でも配信してたら必然的に起きる。寝不足か。今日は何時に起きたっけな。今日何時に起きた？9時。マクミックさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。こんにちタケピョンさん、ミラーボールありがとうございます。あ、今終わりました。歌います。ありがとうミラーボール。2番も歌おう。全然かっこよくないの、周りの友達はみんなどこがいいのって呆れているけど。ありがとうございます。質問タイムしますか。だっていつも質問タイムしてますいつでも待ってます、質問質問タイム、イエーイ。皆さん質問送ってください雑。雑いね。オルベーズ質問タイム。ちなみにさっきまでドボンをしながらドライヤーをしながら、東大生なら謎解き10問重ねても全部解けるでしょを見てました。ともゆきさんハートありがとう。キュンです、ありがとうございます。みんな何をしているのの問いかけに何か面白いものはありましたか。だってなんか私のうちわ作ってくれてる人がいました神宿さん、あ、神宿さんは私ひらがな神宿じゃなくて漢字神宿さんが好きです。なのでひらがなさんはね、あんまメンバー把握してないまだ今食べたいアイスは何ですか。なんかサクレのオレンジが出たの知ってますか。食べたいなと思ってて。六本木アイドルフェスティバルは最後まで居残り、エンディングが出るの分かんない、何にも知らないんだよね。まだセットリストと対比しか送られてきてないから、その日それのあれは分かんない。その一日のスケジュール、あ、待って、来てたかも、なんかに。ちょっと待ってね、このバトフェス終わったら。ヨッシーさん赤だるまありがとうございます。カナリンさんハートありがとうございます。キュンネスありがとうございます。神宿さんの推しメンのこの生誕ってゲットできてないんです。もう生きていけん生きていけません。スイカバー食べたい。ちょっと待ってね、当日のスケジュール来てたな。そういえばいつ来てた、めっちゃ昔に来てたんだよね。あれいつ来てたんだっけ。あれ嘘かも、来てないかも。あれなんかに、
入ってた気がしたんだけどな。終了は、いや多分書いてない、そんなこと。だから多分エンディングまではいない、今んとこはいないんじゃないかな。朝めっちゃ早くない？朝めっちゃ早い。スケジュール言って大丈夫なの？だってもう出てるんでしょきっと。あ、そんなそんなさその日の朝はここに何時に集合して、そっからこの時間からこの時間までメイクして、この時間からこの時間に着替えて、この時間にちょっとリハやって、この時間に待機して、この時間から動いて、それでこの時間に会場に着いて、この時間から会場でやりますとか、そういうことじゃないですよそこまでのスケジュールを言う、そんなバカじゃないです私もさすがに、うんさすがにやばい、それ言うやつやべえナスボーって何ですか？スイカバーみたい。さっきからスイカバーめっちゃ流れてる。スイカバーじゃん。スイカバーのナス？え？美味しくなさそうだよ。ごめんなさい。でもナス、え、ナスって味しなくない？え、私好きですよナス。でもなんか私焼きナスがすごい好きなんですけど、焼きナスって味しなくないですか？だから別にアイスにしたところでじゃない？うん、ボーナス？え、ナスを、あ、でもナス棒、え、ナス棒に刺したらお盆だよそれもう。なんちゃら送り。なんちゃら送りだよ。動物に見立てるやつでしょ、ナスとあれキュウリ。キュウリが出てこなかった今。焼きナスを生姜醤油、私は鰹節と醤油が好きです。はい、一番うまい、あの食べ方が一番うまい本当に本当に。いや皆さんもぜひ試してみてください。パパはね味噌なんですよ。で私とママは醤油と鰹節なんです。あれが一番うまい、ナスの食べ方。あと麻婆ナス、でもマーボーナスはいつもちょっと辛い。あ、でもそうでもないか、なんか、あ、でもどうだろうな、どうかな、わかんない。え、ポン酢で食べたことない、初めて聞く、ポン酢。うちは昔から大豆の発酵食品でしか食べてないです、焼きナスは。いや、漬物はキュウリしか勝たん、キュウリ以外の漬物は認めん。あ、でもあの勝也のまだ言ってる、さっぱりキャベツはいつになったら復活するんですか。いたよね前、勝也の話してた時にこんなに勝也のさっぱりキャベツが好きな子がいるんだみたいな
だからちょっとどうにかしてよって話してたんだけど全然してくれないカツヤのさっぱりキャベツ、うん、復活してほしい。ないのかな、なんかクックパッドとかで出てないのかな、カツヤさっぱりキャベツ風てか、なんでなくなったんだろう、カツヤのさっぱりキャベツって。キャベツ半玉、細切りにした人参、細切り昆布、鷹の爪、エバラ浅漬けの素だって。へえ、それでできんの。あとニンニク。まあまあ作ってもろてママ作ってもろてよろしいげですか。え、まさにあの味に近くだって。マジ？作れそうだよ。なんでなくなったんだろう、本当に。結局のとこ分かんなかったんだよな。まあいいや。やこさんハートありがとう。キュンですありがとう。あ、はい、あと50分。眠たい。好み焼きともんじゃは好きですか。大好きです。もう私粉もん大好きなんですよ、本当に。だからこんなにぽちゃぽちゃなんですけど粉もん、そしてあの、なんと言ってもソース、そしてなんと言ってもホワイトソースも好きだから、ドリアとか超好き。そう、ソース、もう味の濃いものが大好きなんです私。本当に良くない味の濃いものが本当に好きで、うん、どうしよう。うちはおたふくです。おたふくじゃないですか。おたふくソースです。うちはともゆきさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。いや本当に、なんかどう、味濃いもの大好きなんだよな。おたふくソース多い。え、ブルドッグはさ、それは違くない？え？それはとんかつとかじゃん。おたふくソースは、え、ブルドッグソースはとんかつとかだよえ、それをなんか、ブルドッグソース好きなんですけどなくなったんだよねなんか橋本家から消えたんですよ、ブルドッグソース。なんか前にブルドッグソースを買った？いや違う、いや違くない、いや服部んちから、本当にもう昔、もうギフツアーやってた時に服部んちがお土産でくれて、で
それが美味しくってブルドックソースを買ったんですね、あの近所のスーパーで、近所のスーパーでそうあったから、えあるじゃんって言って買って食べてたら、なんか途中でなんかまだ半分ぐらいしか使ってないのになくなっちゃって、もう本当に姿を消したんです。はい、でもなんかそれが分かんなくて、なんか私がもしかしたら絶対違うと思うんだけどなんか私がそれこそそのなんて言うんですか、そのなんこう部屋で自分の部屋でご飯を食べなきゃいけないっていう時だったんですよ。そうだからもしかしたら私が一緒に持ってった、でも私の記憶では台所でかけてから行ったんですよ、私の記憶では。だから絶対私は部屋に持ってってないって言ってるんですけど、てか言ったんですけど、いやだって台所にはないもんって言われて、うちの部屋もなかったよって言ったんですよ。でプラス、あそうだから、まあ部屋の中に眠ってたら完全に腐ってますね、もうまあどこにあっても腐ってますね、台所にあっても腐ってます。だからもう本当にもう使い切ったっていうことにするしかない、うん、いや絶対部屋にはないよ、うん、だってこの間片付けたって言ったじゃん、なかったもん。だから絶対ない、それは断言する。あ寝てる間に飲んだはありえるうん、ありえるかも。忘れました。半分ぐらい残ってたから飲んで捨ててるかもしれん、うん、マコリンさんハートありがとうございます。ケンネさんありがとうございます。うちはウスターソースですよ。はい、ブルドックソースじゃないですうちはそう、もうあの事件があってからブルドックソースを買うのが怖くなっちゃって、うちはウスターソースです。ツーさんアメーバありがとうございます。パンダさんハートありがとうございます。キュンですありがとうございます。醤油は薄口、え、わかんない、ママに聞いてママに聞いて、知らないよそんなの。あのあれしか見たことない、なんていうの、醤油差し、差しじゃないや、醤油入れ、え、なんていうの、ちゃんとしたボーンっていう醤油あるじゃないですか、あれとは別にその食卓用の醤油ってあるじゃないですか、あれでしか見たことないから中身は何入ってんのかとか知らないです。だからあん中にバルサミコソースとかが入ってても醤油だと思って出してつけて食べて、え、味違うっていうかもしれませんはい、あ、うん、その醤油入れはなんて言うんだろう、本当にその製品の醤油入れじゃなくて、なんか
どこで買ったんだろう。でもそれこそ雑貨屋さんとかで売ってそうな醤油入れです。だから全然何の醤油が入ってるかもわかんない。サク太郎さん、パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。なんか上をちょっと押したら一滴二滴トントントンって出てくるやつ。醤油差しで合ってますか。醤油差しってこっちの皿のことかと思ってた。これが醤油差しなんだ。あ、ママから、うちのソースはウスターではなく中濃です、だって。あとバルコン味噌、バルコンバルサミコ酢って言われました。ごめんなさい。中濃だって、うちウスターじゃないって。ごめん、なんか中濃ソース。え、ウスターの中濃じゃない？ちょ、ママちゃんと見てもらっていい？ウスターの中濃だよね、絶対。ウスターソース、え？ウスターソースって見たことあるもん。あ、カゴメかも。え、ソースの味の違いは分かります。私ソース好きなんで。ソース好きなんで。え、分かりません。もう中濃です、やめてください。もうそこはつつかないでください。中濃です、はい。悪ソースカツ丼食べたい。目玉焼きは昔から言ってるんですけど、まあ、目玉焼き単品で食べることがあんまりなくて、うちは、まあ、目玉焼き単品で食べるときはソースかなって思うんですけど、まあ、全然塩でも食べれるんですけど、ただ目玉焼き、あ、カゴメ、カゴメです、だって。カゴメです、カゴメだそうです。目玉焼きを食べるときは私は丼にして食べるんですよ。これ何回も言ってるんですけども、丼にして食べるんです。で、その丼というかご飯の上に目玉焼きを乗っけて、目玉焼き丼にして、その上から昆布だしのだしつゆをかけるのが一番好きなんです。はい、なので皆さんもぜひやってみてください。はい、半熟派、半熟は食べれません。私生卵食べれない人間なので、すき焼きの生卵は食べれるんですけど、でもあれって卵を食べるっていう、肉を食べてるじゃないですか、正直。そうだから、温泉卵もいい感じのか、ちょっと固まってる感だったらいいんですけど、そう、生卵が食べれない人間なので、なんか
いや、ま、私の焼き加減はお母さんが知ってるんです。卵かけご飯食べれません。牛丼は関係なくない？牛丼は関係なくない？よくわかんない。なんか卵かけご飯を食べて、お、違うって思っちゃいました、私。そう、なんかそっからもう私は卵は生では食べれない。ラーメンに生卵は入れません。ダメです。煮卵にしてください。一度煮て味をつけてください。だからダメなんですよ。だすき焼きの卵は食べれるんだって。あれはだから卵を食べてるわけじゃなくてお肉を食べてるから、正直。でも確かに多分人より卵の消費スピードは遅いかもしれない。なんかママとかお姉ちゃんとかが二玉目行くって言ってる時、だから卵次もう一個いる人って言って冷蔵庫に取りに行ってる時とかに、私、え、まだ半分ぐらいあるよと思ってその話を聞いてます、いつも。さあ、すき焼きなんてもういつぶり、いつしたか忘れたけど、でも本当にそんな感じ。そうだから、地球滅亡で最後は何を食べる？そんな日は来ません。以上パパ担当の料理は餃子、チャーハン、ラーメン、まあラーメンママ作る時もあるけど、ラーメン、カレーかな。そんな感じ。カタカナばっかり。確かに餃子、チャーハン、ラーメン、カレー。本当だ、カタカナしか作んないじゃんパパ。おもろ。あ、すき焼きとかはでもパパです。まあ食卓囲んでって感じで、しゃぶしゃぶとかもパパです。なんて言うんだろう、その具材を切るのはママだけど、そのなんていうの、ご飯食べるところに持ってって、そっから鍋に入れたり、なんか火をつけるのは私なんですけど、でもそういうのはパパかな。確かに焼肉とかそういう大きなテーブルを囲んで、大きくないや、ごめん、持ったわ。テーブルを囲んでやるときは、はい、パパです。だから皆さんもご飯を作れるようになるといいですよ。味噌汁で好きな具？もずくもずくもずくしか勝たん。一番好きです、もずくが一番好きはい、高いけどね、ママが高いって言ってた、ごめんあ、でもじゃがいもとわかめの味噌汁はパパ担当、いつも。
ママは作んない。でも私はじゃがいもとわかめの味噌汁も好きです。だからママはなんで作んないんだろうなっていつも思ってます。さく太郎さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。パンダさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。味噌汁に昆布は入れますか？出汁を取るなんていうんですか、家庭では入れるんじゃないでしょうか。ちょっと私の家は昆布なんていうんですか、出汁のために昆布は入れると思うけど、昆布を食べる昆布の味噌汁は聞いたことない、てか出たことない。うん、パンダさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。じゃんじゃん送って。あ、トロロ的な昆布、あー、ママは入れるの好きですね。私も別に好きだけど、なんかだからそれこそなんて言うんだろうな、そのとろろ昆布の味噌汁ですじゃなくて、味噌汁の中に後からとろろ昆布入れますって感じ。わかります。だからパパは多分そういう変わり種が好きじゃないんですよ。だからあの後から自分らでトッピングって感じ。そう、うん、です。全部終わっちゃった。メインクエスト、サイレントムーンさん、サットさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。冷麦派、そうめん派。そうめんは嫌いやねん。サットさん、にしくんさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。仮に旦那さんにリクエストされたら自分が食べたいものと旦那とどっちを優先する？あ、なん、どういうこと？旦那さんの食べたいものか自分の食べたいものかってことですか？もの、その作るものと疲れ具合によるんじゃないですか。今日疲れてんなーって日になんか一からカレー作ってよとか言われたら、え、無理って言うけど、自分でやればいいじゃんって言うけど、うん、でもなんか普通に作ってほしいっていうのをもう、いや、もちろんそれはでもちゃんと食材を買いに行ってる週末の段階に言っておかなきゃいけないですよ。だってそんなんカレー作ってほしいって言ってカレールーないよって言われたら終わりじゃんもう。うん、だから、レトルトのカレーはやだよ、
じゃがいもとかはちゃんと美味しくないもん。いや美味しいんだけどね、なんて言うんだろう、そのちゃんと作った方が美味しいじゃん。うん、だからちゃんとなんて言うんだろう、ちゃんと作ったカレーとか、なんかなんて言うんだろう、私はそれこそあのあれがいいんですよ。そう、具材はゴロゴロしてる方が好きなんですよ。ちゃんともうちゃんと歯ごたえのある具材を食べたい人なんですよ。だからかな、うん、でも私もそう思います。料理はお互いがやればいい。私もそう思います。てか料理できねえんだ料理できねえんだ、わしゃ料理できねえんだが大丈夫かあもはやそっからなんだよな、マジで。どうやってさ、みんなさ料理作れるの？もう一生。カレー作ったことないです。カレー、おかゆぐらいは作れます。でも確かにそうなんだよね、クックパッドと材料があれば正直作れる、それはある。うん、それは言えてるわ。なんか材料がなんか何使っていいか分かんないじゃん。お家例えばさ、いやもういつも言ってるんだけど、これはただの言い訳でしかないんだけど、何使ってもいいよってママに言われてるから正直あのただの言い訳なんですけど、なんかママはちゃんと頭の中で考えてその週末に材料を買ってくるわけじゃないですか。まあ大体考えてないんですけど、1日2日くらいしか考えてないんですけど、まあ考えて買ってきてるって勝手に思ってるんですね。だからそしたらそのなんて言うんだろうな、私がじゃあ例えばその日に急にお肉を使っちゃったら、その肉使おうとしてたのにとかって言われちゃうかもしれないなって思って、あ、じゃあいや、ごめん、なんでもないってなるんです。でもママは全然もうそんなんなんでもいいよって言うんですうん、いつもそう。だからただの言い訳んだんだ。なんか問題あんのか。娘が作ってくれたら泣くね。だってマジ？マジ？一人暮らしをすれば家でもできるようになりますよ。ウーバーイーツ。今の時代やばい、どんどん声がカスカスになっています。今日も今の時代ウーバーイーツというものがあります。まあまだ使ったことないけど私、使ったことない。ウーバーだっ
ってさ、そのさ送料っていうかさ、その送料にさ、なんて言うんだろう、その送料で1食分買えるじゃん。うん、いやそれは嘘なんだけど、でもそう思う。としろうさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます、ありがとう。ウーバー、だからウーバーイーツは私は本当に稼いでる人がやるもの、なんかタクシーと同じ、タクシー乗る人とかと一緒、なんか本当にちゃんと稼いでる人がやるものだと思ってる。うん、なんて言うんだろう、生活に余裕があってっていう人がやるものだなって思ってます。うん、体力1しかないな。とかわいい、ハルピョンも稼いでるじゃんってきた。君たちのお給料のこの程度、みんなのお給料がこれぐらいだとしたら、もうこの程度ですよ、私なんて。本当にこれ嘘じゃない。嘘じゃない、マジで嘘じゃない。え、待って、あと600で6000クリスタル、すごーい、頑張った。明日には6000貯まりますね、これで。多分本当です、嘘じゃないです、本当に。夢見ない方がいいよ、芸能界。現実を突きつけるようであれだが、芸能界夢見ない方がいいぞ。そんな稼げてる、芸能界で本当に稼げてる人なんてもう本当に一握りなんだから。だからそれこそ本当にどうするんだろうって感じ。今は大学生っていうのがあるから、なんだろう、いいけど、あとじゃあ2年後それだけで、これだけで、なんかどうすんだろうって思います。急に現実的な話をし始めるやつ。やめとけやめとけ、そんな話をすんな。そんな話をするでない。お金持ちのイケメンを捕まえてくださいだって。イケメン、私いやもちろん顔をね大事だと思うけど、相性だよな絶対って思います。はい、うん、
対そう思う。え、どれだけ顔良くても相性あれだったら絶対嫌になるって。いやでももちろん顔で許せる部分はあるかもしれないよでも絶対それこそ食の好みとか絶対大事だと思う。うん、絶対大事だよ。そう思います。食だけじゃないけど、そう、エアコンの温度とか、わ、分かるわ。確かにそれなって今思った。確かに、え、なんかこの間、もう本当にめっちゃ前、もう何ヶ月以上前なんですけど、なんかその事務所のエアコンがつけっぱなしだったんですね。そう、でもちろん誰もいないんですよ。で、誰が使ったかもわからないし、その前に。だからなんかそれを見て、あ、私こういう人とは結婚したくないなって思った。めっちゃ寒いんです、そのしかも部屋そう、なんかで別に使ってても人来なかったんですよ。なんか例えば休憩でちょっとどっか行ってたとかだったらいいんですけど、ずっとつけっぱで、もう私だから最後帰るとき消しましたもん、全部。電気もつけっぱ、エアコンもつけっぱ、荷物なんて一個もない。絶対そういう人とは結婚、なんかそういう、なんて言うんだろうな、いやもちろん事務所だけどさ、でもさ、この地球をさ急にこの地球のさ環境を悪くしてるのにはさ変わりないしさ、あとはプラスその、じゃあ例えばこの事務所の電気を、事務所のエアコンをちょっとずつ節電とかしてったら絶対給料上がるぜって思ったんですよ。まあそれはもちろん家とかになったら、その自分が自由ができるお金が増えるわけじゃないですか、電気代が減るからって思って、あ、絶対こういう人とは結婚しない、したくないなって今思った急に今思った。私確かにエアコンの温度って言われてそれは思った。家で服を脱ぎっぱ、それぐらいなら許せます。別にもうそれぐらいなら別にそんぐらいいいです、うん、服脱ぎっぱであろうと別にそんなん、洗濯機入れればいい話。パパはテレビの音がうるさいですはい、いつもうるさいなって思いながらあ、エアコンはね、そうだよ。でもめちゃめちゃ寒いんだよ、やばくない？それはちょっとって思った。うん、眉毛生やしまくりっぱはそれは整えてほしいなってお金渡しますはい、整えてほしいなってお金を渡しておきますうん、そのお金で遊びに行くようなら別れますもともと清潔感がある人が好きだから、うん結婚の前に多分お願いって言うかもしれない、うん、部屋から出ていくときドア開けっぱ閉めるっしょ普通
普通閉めるっしょ。でも静かに閉めてほしいな。開いてたらケッパでもう許すんですけど、閉まってるんだったら閉めてほしいなって思います。はい。あとはそれこそずっと言ってるんですけど、生活音を静かにしてほしい。ドア閉める音とか歩く音とか。今流行りのゼロ日婚とか絶対無理です。だから本当に篠田真理子さんとかすごいなって思います。私ゼロ日婚もできるかもしれないよ。でも秒で多分本当に合わなかったら秒でさようならだと思う私は。はい、リパさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。あーやべえやべえやべえ、エンターキーうちうるさいんだよな。エンターキー私がうるさいんだよな。だからエンターキーは許す。私がうるさいんですよね、エンターキー押す音。ママにめっちゃ言われます、うるさくないって。そんな力いっぱい押さ、そんな力いっぱい押さなくてもよくないってめっちゃ言われるんですけど。なんかさあ、そのさあ、学校の先生とかがさあ黒板に書いてさ最後ドンみたいな、あれと一緒ですよ。あれです私のエンターキーは。ドンみたいな、そうあれと一緒。だから力が入ってるわけじゃないんですよね別に。なんか大きくなっちゃう。大きくなっちゃうの、エンターキー押すの。ごめん。ごめん。47分だ。それでは。皆さん本日の歩数を送ってください。作太郎さんハートありがとう。キュンです、ありがとう。あと45分後にはビンゴが始まってます。私の結婚の前提、でも結婚か。でも可愛い子供出会ってほしい。だからまあ、まあ本当にもう超性格合いますだったらまあ許容かもしれないけど、それなりのフェイスは欲しいかな。うん。ベッキーさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ずっと聞いてみたかったんですけど、なんでそんなに毎日歩いてるんですか。いや私はそんな、多分ママの方が歩いてるんですけど、私はそんなですよ。それこそ学校とかあったりリセット公演の自主練とか最近はよくしてるのでそれかな。ベッキーさんハートありがとう。キュンです、ありがとう。それで多分最近は歩数が増えてるんです。ハルピョンの子供は絶対可愛いと思う。だって嬉しいけど、でも分かんないじゃん。私のダメなパーツを全部拾っちゃうかもしれないでしょ。そうなった時に、そうスマホをマイク代わりにして踊ってます。こうやってなのでスマホ持ちながら踊ってます。そうなった時にその旦那さんもダメなパーツ拾っちゃったらもう最悪じゃないですか。
そうだからダメなパーツはいっぱいあります。このこれとかなんか高くも低くもない鼻とかそう本当に私どっちもなんでこんなんか奥二重だしこっち今日こっちの二重の幅が安定しないとか、うん、耳ちっちゃいとか。さて OK かな歩数は。それでは本日の、歩数はこちら、デゲデン7415歩。イエーイ、それなり。ネモハモルーマーのフリブイが送られてきた。ランちゃんいる。あ、ランちゃん習ってたんだ。だからあんな踊れんだ。てかさ、先生のフリブイ欲しい。なんかメンバーによってめっちゃアレンジ加えるメンバーとかもいるじゃないですか。だからそのメンバーのポジションになったらもうアレンジみたいな。アレンジなのかアレンジじゃないのか分かんない。え、これ下を下をっぽくない。下をってもうちょっと身長あったわよね。なかったっけ。いや、ゆきりんさんいないです。この振り笛ユイリーさんが見やすい。ユイリーさんもいないです別のメンバーがアンダーで入ってる。これ下のポジションの子誰だろう。ツーさんアメーバありがとう、ありがとうございます。カノブンこんな短くない髪。あ、長いかこの子。ルンちゃんもいる。え、誰だろうこの下尾の子下尾じゃないと思う。もうちょっと下尾って身長高かった気がするから。はい、ということでそれでは終わります。 LINE の返信に速さを求めるか、求められちゃったら私も求めなきゃいけなくなっちゃうから、逆か、私が求めちゃったら私も求められなきゃいけなくなっちゃうから無理うん、私遅いから無理。いや、かなちゃんっぽいんだよな。でもThank you.
マスクしてるからさ、わかんないんだよね。でもかなちゃんっぽいです。多分かなちゃん。すごい。多分正解。あ、違う、あのメンバーのなんて言うんですか、レッスン動画なんでマスクしてるんですよ。そう、全員だから。ももちゃん以外もマスクしてる。うん。さて、それでは。ハルピョン結局モバメ届いてないって言ってるファンの方が。ん？届いてるよね、755で。あ、自分の端末がダメ。なるほどね、それはどうにもできん。それは橋本にはどうにもできん。それではランキングいきます。1位キクアニさん、ありがとうございます。2位パンダさん、ありがとうございます。さん、イサクトローとハルピョンへ愛届けるぞ。届くかな、ありがとうございます。届けてください。4位赤い花アット、北朝鮮のピョンズさん、ありがとうございます。何、シェイシェイ、なんだカムサハムニラ、センキュー、センキューって言っとけば通じる。5位ともゆきさん、ありがとうございます。6位タケニアとド M 型ウイルス拡散中、やめてください。7位マックミックさん、ありがとうございます。8位ツーは、チームエイトにハマってます。リ乃木坂ネオ楽しみ。うん、何の話。9位スミちゃんとこの4連休久々に春な連絡帳書きに行くかも。う、行ってな。橋本行ってな。10位カーとピョンズさん、ありがとうございます。11位レクサーとピョンズさん、ありがとうございます。12位山内さん、ありがとうございます。13位鉄ぴょんちゃん超かわいい大好きあと台湾さん、ありがとうございます。そして本日のラッキー8、88位は、西くん2313です。ありがとうございます。ということで皆さん本日はありがとうございました。ツーさんじゃなくて、ツーさんがめっちゃ笑ってるけど何の話。あ、さっきのあ、自分の名前かな。サクタロウさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。プレゼントは楽しみ。もう本当にみんなからのプレゼントで生きてるんだ私。そうだから、ありがとう。さて、やーこさんハートありがとう、キュンです。ツーさんミラボールありがとうございます。じゃあ歌って終わります。呆れているけど今までいなかったような純粋な目をした人、私の中に免疫なかったのね。ありがとうございます。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにします。皆さん AK ビンゴネオを見てください。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはありがとうございます。今日も自慢のルビットジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本春奈でした。皆さん本日はありがとうございました。ビンゴネオ2、最初から最後まで見てください。よろしくお願いします。本当にお願いします。私も多分見ます。このまま起きます。バイバーイ。おやすみは言いません。またねー。